上谷総合公園は埼玉県高野市神谷にある都市公園である。公園建設が計画されたのは1972年で同年10月に都市計画が最終決定、用地の段階的取得が進められた。新公園計画の策定により、勝ち願い寺の敷地内に整備されていた既存の高野市公園の樹木やグラウンドは取り払われ、 敷地が寺に変換されるのではないかとする見方もあったが、市はこれを否定した。1974年4月には公園の使用が開始された。この年は、河野寿司市政志向20周年にあたり、同年5月には市役所新庁舎も竣工した。1975年には、幼稚内に市民プールを整備する計画が発表された。市民プールは流水プール。 子供プール、スライダーなどを備えるレジャープールで、当初4年間で整備する計画であったが、後に2年に短縮された。プールは1976年7月より使用が開始された。当初は予算の制約により管理棟や脱衣棟は仮設、共栄プールは見送られた。利用料金が大人500円、小中学生200円と、周辺各市の市民プールのほぼ2倍であったことから、 市民に敬遠され、後に小中学生100円に大人平日のみ300円に料金が引き下げられた。1978年には競泳用プールも追加整備された。以降も公園は整備が続けられていたが、2004年に開かれる第59回国民体育大会の開催地として埼玉県が選ばれたことにより、公園はその姿を大きく変えることになった。 埼玉県は1987年に議会が国体誘致を決議誘致活動を進めていたが、1992年に事前の調整により埼玉県開催が内定した。その後、1994年に策定された河野市総合振興計画後期基本計画では、上谷の公園を総合運動公園として整備する計画が盛り込まれた。 1995年には、コウノス氏が国体で、ソフトボール少年男子の会場となることが決まり、上谷に野球場を新設し、国体会場として使用することになった。野球場は2004年に完成、フラワースタジアムと名付けられ、8月に落成記念式典が行われた。2007年5月、コウノス氏は広報誌において、同年夏より、 市民プールは開園しないと発表した。市は前年に富士見の市立大井プールで発生した事故に言及し、開園から30年以上が経過し、老朽化したプールを全面回収すれば4億円以上の費用がかかる。一方で利用者数は年々減少していることを閉鎖の理由としたが、閉鎖に反対する市民は署名運動を行い、市民プールを存続させる市民の会が議会に、 運営継続を求める請願書を提出した。しかし同月末、市議会は請願を塞い卓とし、プールはそのまま閉鎖された。跡地には後にスケートパークやサンオンサンコートが整備された。2008年4月より指定管理者として公園全体は、河野寿司環境緑のグループが、時節で述べるスポーツ施設は、株式会社島村工業が管理運営に当たっている。 平成21年度のスポーツ施設利用者数は68,916人、件数は773件である。ありがとうございます。